エドヴィン・ビーでは、スウェーデンの陸上競技選手。長距離種目を専門とした選手で1920年、アントワープオリンピックから3大会連続オリンピック、出場し、計5個のメダルを獲得した選手である。フィンランド、南西スオミケン・キミト出身。1920年アントワープオリンピックでは、3000メートル団体に、出場。エリック・ベックマン、スベン・ルンドグレンとに、 銅メダルを獲得した。B では4年後の1924年パリオリンピックに出場。この大会で1万メートルではフィンランドのビゲリトラに次銀メダル。5000メートルではパーボヌルミ、リトラのフィンランド勢に次銅メダルと2つのメダルを獲得する。さらに3大会連続出場となった1928年アムステルダムオリンピックでも5000メートルでは リトラ、ぬるみについで銅メダル、1万メートルもぬるみ、リトラについで銅メダルと、2大会で4個のメダルを獲得するも、ついにフィンランドの偉大な2人のランナーには、勝つことができなかった。ありがとうございます。